湯沢道夫5月20日昭和38年2月21日は大正、昭和期の日本の政治家内務官僚宮城広島兵庫県知事や内務次官の後東条内閣では内務大臣を務め戦後も自由民主党参議院議員として活動した1929年ジュネーブの国際労働会議に政府代表として参加最前列中央が 湯沢栃木県上津賀軍ぐんか、いける村の宮司の子として生まれる。旧制第一高等学校を経て明治45年に、東京帝国大学法科大学経済学科を卒業後、内務省に入省する。地方官を歴任後、衛生行政畑を歴任する。明治神宮競技大会の発案者であると言われている。昭和四年に、宮城県知事、同六年に土木局長。 広島県知事、同10年に兵庫県知事となった。昭和11年に牛尾慶之助内務大臣の下で内務次官を務める。広田内閣の崩壊後に退任して、昭和13年に中華民国臨時政府の顧問として中国に渡るが、そこで北品方面軍の参謀長であった武藤明と親しくなった。 武藤の縁で陸軍と強いパイプを築くことになった、湯沢は昭和15年に大日本産業法国会理事長に就任する。昭和16年の東条内閣成立に際して、海戦派によるクーデター防止を理由に、東場秀樹首相が内務大臣を兼務したが、これを補佐するための内務次官として、武藤によって推挙されたのが湯沢だった。 その後、太平洋戦争が開戦となり、総選挙は、戦時下の情勢を理由に一年延期となっていたが、初戦の勝利に沸く、国民感情を利用し、政府系の候補者で議会を独占しようと考えた。東条は、翌3選挙準備のために、昭和17年2月7日、湯沢に内務大臣の地位を譲った。内省就任後は、翌3議員同盟の実力者、 山崎達之助の実定で内務省の要職を歴任した山崎和夫内務次官として旧規制政党関係者との連携を図った同年4月30日の第21回衆議院議員総選挙では大規模な選挙干渉が行われる一方で体制翼3回内部では強力な講演会と政府とのつながりを背景に公認を獲得する規制政党出身の前職と 規制勢力の排除と新人による、新政議会の形成を主張する軍部の一部や、革新派、大日本二翼三層年団との対立の激化、選挙の進め方をめぐる湯沢との対立に勤する、警保局長根松次郎、警視総監、留岡幸雄の辞任などの混乱が続いた。1942年の暮れに召集された第81、帝国議会で湯沢は、 東京都政法案と市政町村制改正案を提出した。東京都長官、市町村長をすべて幹線あるいは、循環線にするという提案に、東条は、議会や、世論の政府批判につながることを有料して、星野直樹内閣初期官庁、森山栄一法制局長官、鈴木定一企画院総裁、谷正幸情報局総裁とともに提案延期を、 説得し、翼山政治会からも差し止め要請が出されたものの、湯沢は、戦時下の今こそ内務省に、人事権を取り戻す好機と踏んで提出したのである。ところが、議会はこれを、内務省の強権として激しく反発し、さらに翼山選挙の非推薦議員からは、翼山選挙の意見性の問題が提示された。東場らの政治工作で、 両法案は一部修正を経て通過されたものの、湯沢は、挙国一致性を疑われかねない政府と議会の対立を引き起こしたことで、登場からの信頼を失い、昭和18年4月20日に更迭されることとなった。直後の同月30日に、貴族院直選議員に任じられて、終戦を迎え、1946年2月22日まで在任した。戦後、 公職追放となるが、追放解除後に、中央社会保健医療協議会会長、市町村建設促進中央審議会会長、明治神宮総代などを歴任、昭和34年の第5回参議院議員通常選挙に自由民主党、公認候補として、栃木県選挙区から立候補して、当選を果たした。ありがとうございます。